アンネ・マリー・モザー・プレルは、オーストリアザルツブルク州ザンクト・ヨーハン・イム・ポンガウ、グンクライン・アルル出身の女子アルペンスキー選手である。1970年代に活躍した。妹のコーネリア・プレルもアルペンスキーの、オーストリア代表として1980年、レイク・プラシット・オリンピックの格好に出場した。8人兄弟の6番目として生まれ、幼い頃からスキーに親しんだ。 12歳の時地区大会で優勝して才能を見出され、1968年1月17日に14歳でアルペンスキーワールドカップの格好レースにデビュー79位となった。1970年1月17日に大回転でワールドカップ初勝利を挙げると、1970年アルペンスキー世界選手権では格好で銅メダルを獲得した。 以降全盛期を迎え、ワールドカップで通算6回の総合優勝を達成するなど1970年代を代表する女子アルペンスキー選手であり、特に格好、大回転、複合の種目で活躍した。1972年札幌オリンピックでは、格好、大回転でいずれもスイスのマリー・イコール・テレース・ナディヒに次いで銀メダルを獲得した。 1973年にアトミック社の社員、ヘルベルト・モザーと結婚。1975年から1976年シーズンの直前、父親の看病を理由に引退を発表した。このため自国開催のインスブルックオリンピックには出場しなかった。1976年12月、現役に復帰、再びトップスキーヤーとなった。 1978年アルペンスキー世界選手権の格好とアルペン複合で金メダル、大回転で銅メダルを獲得。1980年レイクプラシットオリンピックではオーストリア選手団の騎士を務めた。この大会では格好に出場し金メダルを獲得。このシーズンワールドカップでも5勝を挙げた。このシーズンを最後に現役を引退。ワールドカップで 総合優勝を6回果たしており、1971年から1975年まで5年、連続優勝、1979年にも優勝した、ほか、種目別では格好で7回、大回転で3回、複合で2回タイトルを獲得している。ワールドカップで挙げた通算62勝は2015年に、林勢本に更新されるまで、女子の最多記録だった。 1976年の一時引退中に地元クラインアルルで喫茶店カフェアンネマリエを開業。この店には彼女が獲得したカップやトロフィーが飾られていた。1982年に娘を出産、2003年には孫が生まれている。2008年1月に夫のヘルベルトが死去し、同年9月に店を売却して飲食業からも引退したが、 店はその後も地元経営者により、オリンピアカフェレストランバーという名前で営業を続けている。ありがとうございます。